雪村誠は日本の漫画家。神奈川県横浜市出身。多摩美術大学美術学部中退。血液型旅があっ既婚、三次の父。2000年にモーニングで連載開始したプラネテスでデビュー。月刊アフタヌーンにおいてビンランド佐賀を連載中。大学中退後、守る村大のアシスタントを経て、2000年モーニングにて、 スペースデブリの掃除屋を描いた SF 漫画プラネテスでデビュー。プラネテスは同志で不定期連載となり2002年に星雲賞コミック部門を受賞した。また2003年には NHKBS2 でアニメ化もされ2005年に星雲賞メディア部門を受賞した。2004年4月13日号のイブニングに新鮮組の大き掃除の晩礼を描いた読み切り作品。 さようならが近いのでを掲載。2005年4月から北欧のバイキングを描いた歴史漫画ビンランドサガを連載中。当初は週刊少年マガジンにて迷子を連載だったのだが雪村の地質が原因で救済がしばしばあり10月で連載を中断。同年12月より月刊アフタヌーンに移り連載を再開した。2009年に第13回文化庁。 メディア芸術祭漫画部門大賞を受賞。2012年に第35回講談社漫画賞一般部門を受賞。2013年にはプラネテスの作者として日本宇宙フォーラム主催の第2回人類の持続的宇宙開発利用のための国際シンポジウムにて特別講演した。ステッドラー製の三角定規を愛用。まだ、もやし門の石川正幸と進行があり。 2007年には、京都聖火大学にて、対大形式の講演会も行っている。2011年には、安彦義和、愛蔵版機動戦士、ガンダムザ・オリジン第8巻の巻末に寄稿し、また、ガンダムエース2012年1月号にてガンダム4、コマを4本描いている。2006年11月下旬、ビンランドサガの連載を聞きつけた、ノルウェーの新聞。 アフテンポステン神の記者、ビョルケングとスウェーデンのコミック協会会長、ストロンバーグの訪問取材を仕事場で受けている。両名は本物のバイキングの末裔で資料として仕事場に置いてあったバイキングの斧と盾で雪村とチャンバラを演じた。取材の様子は月刊アフタヌーン2007年2月号に掲載された。また、ストロンバーグのブログにも掲載されている。 日本宇宙フォー,オーラム、お知らせ2013.03、13、人類の持続的宇宙開発利用のための国際シンポジウムを開催しました第2回人類の持続的宇宙開発利用のための国際シンポジウム、雪村誠氏公演タゲター練馬区民だもの、日記、雪村誠さんが遊びに来ます。日記対談、石川正幸、雪村誠、描くことが世界を作る。 アセンブリーアワー講演会、プラネテス、作品情報。アニメハック。2020年10月4日閲覧。ウィーアレ宇宙兄弟ボリュームレイニーお山中なり、宇宙兄弟ムック特設サイト、愛蔵版、ガンダムザオリジン発刊は、雪村誠が特別機構コミックナタリー雪村誠のガンダム4コマ安彦の、オリジンガイデンダム A に掲載コミックナタリー。 漫画カリレイ訪問記は日本漫画学院発行漫画新聞と連動した連載企画。漫画天国は漫画の非委員会が運営していた漫画情報サイト。テクナ東京は平本正宏氏の音楽レーベルウェブサイト。見聞伝は学生団体東京大学見聞伝ゼミナールのウェブサイト。フレデリックストレンベリ東京ツアーアフタヌーン。 2010年8月22日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年3月3日閲覧。ありがとうございます